はい、どうも皆さんこんにちは、くにゃです。今回ですね、超久々にこちらのホープソードくんね、使っていこうかなと思います。実装当初から、フェスティバルのキャラクターにしてはそんなに注目されてなかったかなってイメージで、かわいそうですね。うん。踏ん張り枠としてね、未来とかで採用されてたんですけど、まあ、その踏ん張り自体の条件がね、付与されてて、混血パーティーとかではね、もう刺されることなく、はい。ビーストが登場してね、淡く取られてしまうっていうね、結構かわいそうなんですけど、今回は未来記憶がね、久々に来たってことなんで、まあ、正直ザマスとかベジットブルーとかの方が使われてる機会が多いけど、やっていこうかなと思います。はい、お願いします。おっと、オールロゼパーティーか。かっこいいな、これ。赤ロゼのデバフは、ね、解除できるかな？緑ロゼだけはで、確かできた気がするな。ちょっと何でできたかは忘れました。お願いします。さあ。めっちゃバフついてる。じゃあデバフや。気をつけて。大キャフ。待って、もう最悪。重いな、ほんで。海外に行きだったかな。大キ。ちょ、お祈りして。あ、バカお祈りしたいけど、退治するとちょっとね、よろしくないんで。変えよう。さあ、巻きつけた。強っ。熱ないっしょ。うーん、かゆみて熱か。くそ、小賢しい。あ、麻痺ついてる。やばい、出そう。これは出そう。欲張りムーブされない間に。おっと、これ認めて。ずらしてますね。オッケー、次即行くか。いや、これか、ここ。変えたくねえ。と思ってたけど。つか。止めて。にゃっ。にゃっ。ちょっと重いぞ。タックル反応。オッケー。やっとコンボ取れたわ。さあ、強いぞ、ロゼちゃん。じゃあ、駅から消化しとこう。釜が引いたばっかりなんでね。さっ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 さ、強いですよ。退治することによって体力 5% ずつ回復なんで、かなりの回復量が見込めますと。よいしょ。タックル回避ですか。ここら辺。オッケー、さっき来たタイミング変えて。あと2発なんで、予約で行こうか。きっちゃ。さあ、夜逃げ展開。まあ、退治の気力回復で、ホップソで打つか。いや、この子ね、結構気力管理はしやすい。あと、速圧。待って、結構効くね。待って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 、話と違う。いや、これ、気力減少。ああ、踏ん張り使おう。ダブル踏ん張りなんで。見よう。うわ、怖っ！待って。いや、これもうメイン切っても。ブッパーケア。オーケー、危ねえ。キラチェンメイン。よし、落とします。危ねえ、マジで。オッケーオッケー。さすがにヒラメカット貫通つくから、石腕火力出すね。えれ。もう、マジできついよ、それは。え、どうするこれ。反応しよう。オッケー。いや、外すわ。さすがに守ってくるわ、これ。よし。で、属性より向こうの究極と。オッケー、カマちゃんの回復量がすごい。そこに助けられてる。さあ、赤ロゼ落としました。ただ、デバフが残るんで。かっこいい。さあ、くるくるかまして。基本的にタックルはヒット確認なしなんで、反応したい。ウィックね。メイン。跳ねてるね。オッケー。ナイス、ホープソード。さあ、ユニゲ展開した後のホープソードは結構強いよ。ナイス。いいぞ。さあ、しっかりと因縁の相手を切り刻んでいく。ハンバーグみたいに。いや、マジか。そこ打ってくるか。神で射撃。完璧ですね。はい、対戦ありがとうございました。雷読まれてもホープソード使えば勝てますと。劇場版パーティーにゴジータ。てかもう劇場版パーティーか。お願いします。ライジング読みゲームということで、ちょっとそれはね、いや、正しいかもしれない。確かに、ライジング、読まれるときついよね。はい、行きましょう。たら、読まれても勝ちます。いやーん、初手、ユニゲ展開、ぶち決められていく人か。ちょっと、それは違うじゃん。ライジングとかじゃ、ないじゃん。まあ、しゃあない。同族に何回なんでまーす。あんま裏で受けてもしゃあないんでね。さあ、タック回入れて、即行こう。マジか。
ブルーゴジータ来るかな。ユインゲ展開していきます。ドロソク2段階つえ。ただちゃんと色を受けてきてるのは偉いね。変えてみ、うーん、そっちか。やり、オッケー。暴発丸くんしてくれて助かったわ。いやー、まあ出てくると思うんで必殺打っとこうか。消化して、オッケー、一回使わした。これでけえぞ。ラッパンで時間稼ぎまして、いや、やるじゃないか。まあ2回弾は空き行ってるんでさすがに大丈夫だと思う。壁して、よしよし、待って、遅れた。え、それ止まるよ、ロッキー。まあ大剣振るか。いや、ちょっとうまいのか、ちょっとこ怖いことしてくんのか分かんないから、きっくー暗い特注のかまぶりや、はい、最強だ。よしよし、てかあの通りいいね。よく見たらさ、くるくるチアリー出して、だいぶ出んぞこれ。いや、中距離大輝来て、うと、まあ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 、バリないからね。これ貫通ライジング来たら誰捨てようかな。いや、石腕オッケー。まだ弾がないと。さっきタックルムーブしたんで、いや、マジか。いや、もうこれは石腕切ろう。ホープソニー頑張ってもらいます。嫁いくら超える、うっしゃーい。いや、うん、まあいいや。何でもいい。はい、ライジングゲー。さあ、ラストのお相手の方は、髪の毛パーティーですね。はい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 。強いなこれ。このパーティーね、かなり環境トップレベルにやばいと思ってるから、ちょっと気をつけていきましょう。お願いします。よし。さあ、アーマー牽制。撃ってみる？あんま回避見ずに圧打つと、しょっちゅう最速取られるから。あんまりなんですけど、まあやってみました。即起訴、いや、回避します。 OK、 完璧。さあ、この対面強いよ。めちゃくちゃドロソクもついてるし、ザマス来ても大丈夫なんでね。いいね、気持ちいいな。ザマスで無理やり止めてくるか。さあ、止まる。いや、ザマスの気力減少量が異常だ。受けても全然 OK よ。神で大キャン受けます。タックル基本受けよう。ただ、そろそろ一角来る可能性があるから、ダイキャン。ダイキャンの息いきなかったけど、即圧いきます。オッケー。強くね？特化向こうですよ。いいね。さあ、引いて。まあ、究極打っときますか。バニ回復したんで。縁起がいいんでね。さあ、かっこいいの。くるくるチアリーダー。かわいい。ロゼ嬉しそう。待って、かぶせミスったわ。横スラからのかぶせ難しいですね。 OK、 まあ理不尽必殺飛んでくるけど打とうかな。はい、カウンターパラダイス。なんだなんだこの試合は。いや、ちょっとダメージ的に引きますけど、大気稼がないとやばいな。ただ大気しかないんですよね。打つか。なかなか釣れないな。くる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 、ずらしてるか。あぶね。神を待たせるな。うん、いいね、硬いね。いやー、まあ受けるか。打って詰めます。いや、これライト飛ばしてくるんじゃないか。 OKOKOK、ライ切らしたら全然 OK です。こっちのカマちゃんはね、踏ん張り貫通はないんで。よし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 。まあ、これは別にあんま関係ないんでね。はい、回避入れよう。OK？ メイン切って、一つ打ちたいけど。うまいな。いて。あー、待って待って待って、マジかぶせが下手すぎる。え？跳ねてくれ！みんなの力を俺に貸してくれ！いや、跳ねるわ。オッケー。
さあさあ出血分巻きまして、これ外すか。オーケー。いやこれフリム高級曲、いやちょっと足りないかな、リーチが難しいな、こっからのムービングが。いや封印は強いんですけど、封印は強いんだが、まあ究極かな。いやゴジブルにめっちゃ受け回されてる。やっぱカマじゃなかなかダメージ見込めないか、メイン切らないと。いや踏ん張り貫通のコマと一緒に欲しいね。じゃ回復量はマジでやばい。見よう、うまいな。アラパン入れてタックル回避詰めましょう。オッケー、やっと来たわ、やっと来たけど結局火力足りんか、これ結局火力足りん。いやマジか、センス悪い。オッケー、やっと来たー。コンボ終わりのメインは強いとよしよしよし油断しましたね。さあ2回目のくるくるカマ決めて、ナイス。さあ相手もくるくるカマと、え、おきんすけさんのタックルか、髪で止めよう、冷静。これ全部止めよう。オッケー、ユージムーブは、うおー、うまいね。そこ止めてくるか、あ、これ欲張れます。オッケー、交代ムーブ、オッケー。ふぅ、今日めっちゃ大企業までするから射撃にしよう。ナイス、きた。で、あとはゴジータブルをどう落とすか。ここに油断ねられますと。で、下がろう。近づいてライジングが一番怖い。うわお。敵は守りたいんで引いて、待って、最悪なタイミングだ。だ踏ん張りあるよね、まだ。あ、なかったっけ。いや、あるわ、あるわ。オッケーオッケー。ユニゲ展開。これでそこまで繋がんないと信じたい。ちょ、待って。危ね、こっちで振ろう。よし、来た。え、懺悔の時、待って、もうもうもうやだ。しかもこれカウンター苦しい。石は踏ん張り使ってないよね。いや、マジで最悪だ。ゴジブル強すぎ、マジで。どうなってるんすか、本当にもう。ちょ、おかしいって。ここドロソク2段階だから、いやどうしてくるかな。圧引っ張ってぶっ破してきそうだな。それを見に行こう、もしくはタックル。圧、あ、メイン残ってんのか。交代ムーブかかるか。オッケーオッケー、落としきれ。よし、ナイス、ホープソード、えらいね。はい、ということで今回は、いやー、まあ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 、でも、さすが、フェスティバルのね、二代目キャラクターということで、普通に、戦える強さを持ってましたね。未来パーティーでたまに使ってあげてください。お疲れ様でした。